小田原城をめぐる攻防の後、姉川に張られた妖魔軍の陣、その中では平清盛が蛇砲の儀式を進めつつあった。いち早く異変を察知したのは異界の忍び竜はやぶさ。彼は敵の企てを阻むため姉川へと駆けた。途中同じく異変に気づいた佐治弁慶が合流。三人は連携を訳し共に姉川の地へと踏み入った。あの摩天楼がなぜここに、ここは一体どこなのだ。この世界じゃ俺様の方が先輩だから、後輩のお前に教えてやろうじゃねえか。ここはオロチって野郎が作り出した世界だ。俺様が知ってるのは以上だ。この先に感じる滅すべき邪気はそのオロチのものか。この邪気は清盛のもの。しかし滅びしオロチの気配も感じられる。小生はその源を止めるためここを訪れた。ついてくるかね、異界の客人よ。わかった。この世界の蛇を断つため共に行こう。戦うため磨いてきた血がある。実の強化を行っておる。ならば、他の者がこもる砦を探るとしよう。おう、人を処理行くんだな。邪魔な妖魔は端からぶちのめしていくぜ。それこそ忍びの領分、俺に任せろ。には及ばねえが、俺もやってやろう。お前、見事な技よ、異界の客人。
見つけたぜ、清盛。味方が敵に回るとは、このままでは本陣が。よくやったな。敵の体に傷をつけると。この地に満ちる妖力が弱まっているのか。今なら皆を妖術より解放できるはず。ん、大したものだ。抗え、生かした。清盛さん、神器です。やった。こんな感じか。孫悟空を放っておいては危険です。早く止めましょう。本陣の守りは固いか。なら味方に引き込むまでってな。手が出るよ。龍、お前の身に妙な気を払った。面白そうだ。俺様に呼ぼう。無理な相談だ。大したものだ。だいぶ慣れてきたぜ。こんな感じだろ。味方が次々と敵に。ガンマリオ、俺が出るよ。ガンマリオ、私が出よう。いただけるとは。私が出よう。助かりました。俺が出るよ。救援感謝します。今日の相手はお前に決めた。俺で良ければ相手になる。レドだ。敵将討ち取った。やるね。けどまだだぜ。やるね。十分楽しめたし、退散するか。
私が出よう。撃ち取った。取り戻した。今こそ反撃の時。ソウルは一騎当選。運命のまま運命に抗い、散り開く。オンオロチアラミタマソワカ。オンオロチアラミタマソワカ。定めは揺るがん。無駄よ無駄。この勝利、希望への道。清盛と孫悟空め、おかしな術を使いやがって。ま、
俺様にかかればあんな術を解くなんざ朝飯前だけどね。お救いいただきありがとうございました。まだ多くの同胞が術に操られているようだ。皆の疑心を呼び起こし解放せねば。邪悪なものを討つことが俺の使命だ。平の清盛を討つならば協力しよう。清盛の妖力は強大だが故に追いやすい。小生が導こう。さすが